イタリアンシガーブルドッグのイラスト演奏。山内和夫です。深原裕樹です。どうもイタリアンシガーブルドッグです。お願いします。お願いします。どうですか？何がどう見えてますか？皆さんどこか分かりますか？ここが分かったら困んね。分からんようには撮ってますから。ここが分かりますか？いやいや、予定のお前なんでどこかどこかで聞くね。言うてますわ。言うてますわ。じゃあ、ね、今日もね、うん、どんどんイラストを描いていきます。そしたら行こう。こっちのです。2人でカルタを作ろう。各カルタのまずテーマを決めますね。テーマ、そうそう、はい、春とかなんか冬とか乗り物とか、そういうこと。そうです。で、そのテーマに沿って一人一枚絵札を描きます。まず絵を描くのね。うん。二人でその絵札に対しての読み札を考えていって完成。あ、なるほどね。イラストエンサーカルタやっていきましょう。それでは福原さんのカルタこちらです。お願いします。愛の告白。おー、ハートが飛び交っとんね。僕と結婚前提に付き合ってください。あー、まあまあシンプルな読み、ね、指輪がキラリみたいな感じですよね。いいんじゃない。ほんまに告白してあれや、プロポーズ成功や。そう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 、いいやんか。じゃあこれは、おいてめえ、俺の指輪をどうするつもりだ。こう首絞めよう。やばいな、それはそれで。土屋に入れんなよな。質屋に入れたところで。やらしいな。もう売ること考えとると思ってることがやらしいよ。質屋に入れてね、私その資金で結婚式あげようと思うの。めちゃめちゃ高い指輪もうたな。ほんで何言ってんだい。言うてバックハグや。え、ラブラブになれるそれ。ハート飛び交う。そう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 、マジで。じゃあ1億円するのこの指輪。大好きだよハニー。金で金で急に大好きだよハニーって言ってくる。でちょっと目線変えて、恐怖、悪霊に取り憑かれた女。こいつは霊なんや。ちょっと苦手、ちょっと霊っぽいや。悪霊って言ってる間にハート飛んどるからな。このハートは女の子なんやけど、指輪がもらって、うん、だからこれは悪霊なんで。別の男の子にもらったやんね、この指輪を。僕たちの美容師は一緒です。頭の毛がさ。それはもう自分の画力やろ。同じ人に切ってもらいましたっていうバカップル。そう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 。彼氏みたいな髪型にしてほしいんですけど。ああ、じゃあトップは立てる感じでいいですか？ラッシャー板前さんみたいな感じでいいですか？はい、ラッシャー板前さんでお願いします。じゃ超角刈りやで。あの旅サラダ私好きでよく見てるんで、ラッシャーさんあのみたいにやってもらえたらなって思うんですけれども。あ、はい、かしこまりました。これ、うん、じゃあラッシャー大好きカップルです。それやん。僕たちは、ラッシャー大好きカップルです。めっちゃええ。いきましょう。髪型まで揃える。よっぽど好きやな、ラッシャー。毎週土曜日、旅サラダ見てね。あ、それも入んの。それも入んのね。それもいい。あ、じゃあ読み札ちょっとおさらいしてください。はい、読み札は、はい。なあなあ、このまま。いや、ちょ、なあなあとかなかったでしょ。ちゃんとね、これが読み札です。はい。僕たちはラッシャー大好きカップルです。結局棒なのね。じゃあ読み札がほうか。それのライバルが、なあなあ、このままジャーマンスープレックスしていい？あ、それもいいな、それもいいな。毎週土曜日旅サラダ見てね。まだ、どこかもうごちゃごちゃなってる。そのジャーマンスープレックスはまた別でしょうよ。僕たちは、うん、ラッシャー大好きカップルです。いきましょう。わかりました。じゃあ、ほうですね。はい。お願いします。